超リンリン超グッバイ超グンナイ僕たちが超10代はい、ということで今日は、事前に皆さんからいただいた恋愛相談に翼くんとゆいとくんと一緒に答えていこうと思います。たくさんのコメント、ご相談ありがとうございます。ということでやっていこう。超10代すずちゃんと付き合いたいんですけど、どう頑張ったら可能性は生まれますか？知り合いになってください。イエーイ、頑張って、頑張って、すごく簡単だ、簡単簡単。匿名だと誰かわかんないんだよ。簡単簡単、まずは TikTok でバズる。友達になろう。超10代なんかこれぐらい簡単でいいんじゃないの？ああ、確かに。好きな人に近づく方法。なるほど。会話を交わす。それができないって人もでもいるんじゃない？好きな人に近づく方法。皆さんはじゃあ逆に、うん、じゃあ自分やったらどう好きな人に近づくか。でも俺結構ガッツリいっちゃうかもしれない。うわ、好きだぞベイベー。いや、違う違う、そういうわけじゃなくて、いや、取られたら嫌じゃん。あ、そうやね。そのもう自分がこう焦ったら嫌に、うん、だからもうとりあえず話そうとか、とりあえず遊びに誘っちゃおうって俺はなるタイプ。そうかもしれない。ぐいぐいしちゃうかもしれない。楽しみだなあ。楽しみ。何も言えないですね、そういう感じは。そうですね、そっか、そうやな。ごめんなさい、すいませんでした。だからすずの意見が一番参考になるじゃん。知り合いになってください。あ、でもすずが片思いですごい頑張ってた時はどうにか LINE をつなごうと頑張ってた。あー、友達利用してね。利用はしてない。超10代もともとでも仲いい子やったから、自分からできる限りなんか話題をってして頑張ってました。それがいいのか悪いのか分かんないけど、まあ、こうだけ、まあ、できるだけ多く会話を交わすことがまず大事なんじゃないかなと思います。超10代。小学校1年生の時に一目惚れしてからずっと片思いしている人がいます。高校が別れてしまったのですが、まだその人のことが忘れられません。告白して綺麗さっぱり忘れるべきでしょうか？好きなようにしたらいいと思う。あと告白して綺麗さっぱり忘れるべきとも、これ振られる前提で言っちゃってるじゃん、うん、ダメだ、もっと自信を持ってください。まあ、でもそれはすずちょっと考えたと違う。逆に期待していけるかもと思ったら、その後振られた時のダメージでかいから、よっしゃ忘れようって思ってやる。でもそんな気持ちで付き合いたくなくない？え、だってもう、だってそれで付き合ったらよかったってなるやん。あ、大丈夫やったんやって喜びしかないじゃん。あ、なるほど、ね、やけどそれで、いや、いけるっしょって思って言ってくられたら、いや、別にいけるっしょとはネガティブすぎるのが良くないんじゃないっていう、なんかベースという2つの意見が出ましたっていうのをね。あの、人間の価値観とか考え方とか人それぞれなので、自分に合った考え方を、そう、あくまでそう、結構今いい例としてこの両極端な2つの意見が出たんで、そうそうそう、人それぞれ自分の性格に合った、自分の価値観に合った、考え方に合った方を参考にしていただければなと思います。で、出ましたよね。ずっとなんか考えてるような感じやってて、うん、全然振ってくれなくて、で、まあ、自分考えてたんですけど、うん、ね、なんか2つの意見出ましたみたいな。え、終わっちゃったみたいな。ちなみにどうなの？いや、あのね、一目惚れしたってことはいいと思いよって。やってるけど、どこも遊びに行かないし、 LINE すらしないし、学校でも何も喋らない、意味あると思いますか？でもその人は、私は今中2なんですけど、小3の時から好きだった人で、付き合ってもうすぐ3年目です。すごいな、中2で3年。3年間こんな感じです、うん、めっちゃ悩みます。なんかそうなん、付き合ってるという形だけあって、遊びもせん、 LINE もせん、学校でも喋らん、逆に何してるん？確かに付き合うってそんな口約束なの？付き合ってるん？いや、それ分からないです。好きって言い合い、3年前に好きって今言い合って、今のうちの意見としては意味ないと思う。いや、俺はね、意味ないことはないと思うんだよね。何事にも、まあ、それがあったから次の恋愛にも行けると思うし、あ、もう次に行く前提で
もうそういうことですね。いやでも俺が思うのは中2で3年目でしょ。だから小学校の名残でもうさ、小学校の頃に付き合うってさ、まああったかもしれないけど、まあまあ何もしないじゃん。そう、そうだね。そのまんま来ちゃってるからもうどうしようもないんじゃない。もうだからまだ一回、そう、なんかそう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 、どうなる言ってみたらね、うん、確認しよう。超10代すずの DM とかにもよく来るけど、友達と好きな人が被っちゃったんだけどどうすればいいですかね。いるよね、そういう人ね。めちゃくちゃ来んのよ。で、自分のインスタの方では一回か何回か答えたんだけど、好きな人が被るのは仕方ないし、その後自分が選ばれなかった側で取られたっていう相談もあれば、自分が友達の好きな人と付き合っちゃって気まずいんやけどっていう相談もあって、でも好きな人は物じゃないし、選ぶのは結局相手やから、別に被っても、まあ、それ気まずいことはあると思うし気は使うかもしれへんけど、その人と結ばれたいと思うんやったら努力して、選ぶのは結局相手やから、別に相手が選んだことなんやからっていうので仲良くしたらいいんじゃないかなって思います。取られた今のもおかしいし、なんか友達と同じ人好きやから付き合うのなんて何のも違うと思う。自分がそう、なんかそう、これを言ったら取られた側じゃないからそんな言えんねん、取られてください、取られた側やから。初めて好きになった人が親友と付き合って、ずっと相談してたこと付き合って、でもその後ずっと仲いいし、別に好き同士の人付き合えばいいやんって自分がもうその時なってたから、結果相手が選ぶことやから諦めるとかっていうのはまた違うなと思います。頑張れ、頑張れ。俺が違うんだよ。俺が言いたいこと全部もう言ってくれちゃったそう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 、あまりにねパーフェクトな回答すぎて、うん、もう俺も好きな人に彼女ができたらどうしますか。でもやっぱちょっと好きでいそう、少しの期間は。そんなすぐ吹っ切れられなさそう俺は。だから別になんか無理して忘れる必要はないと思うね俺。もう時間ないですよね、もちろんもちろんありますか。いや、まだ大丈夫、大丈夫好きいつもの俺で行っちゃうよ。ねえ、すず、はい、彼氏できたの。そう、できた。なになになに、今噛んでたよね。いや、噛んでたよ。はい、よーい。できた。あ、そう、できた。俺も俺好きだったんだよな、ずっと。今言う？うん、好きだったよ、俺は。ごめん、でも彼氏できたから、うん、今言う？でも、諦められないよ。おい、すず。あ、つばさくん。あれお前ら何話してんの。友達いや、なんかすごい真剣な顔して話したからさ。いや、あの、翼家と付き合ったんだよって話をしてただけ。あ、そうなの。え、自分で巻いた種はちゃんと育てて、ちゃんと回収しててまあまあ、ゆいとくん的には俺言うね、あ、言うっていうことか。あ、もうすっきりさせるんだよって、うん、言われてもかって思うんだけど。だからそれでいいんだよ、相手の反応見て俺はなんかあんまり。あ、なるほどな。まあ、すずの場合さ、彼氏できたら機会で考えてみて、無理に忘れようとする必要もないと思うけど、その幸せを壊すってのも違うと思うから、なんか俺さっき言ったのをこうパーンって超10代。もし自分がまあ好きやってんな、好きやねんな、うん、私もあんたのこと好きやねんって言ったとして、その人が考えて別
じゃあスーと付き合おうかな、お前と付き合おうかなってなって付き合ってくれたとして、自分がすごい不安じゃないって話よ。彼女さんから今の彼氏をゲットしたとなったとして、好きな彼女がいる時に他の女のことを好きになるような人、他の女を選んじゃうような人って考えたら、自分が選ばれたとしてもその先ずっと不安じゃない。もしかしたら他の人のことを好きになる可能性があるじゃん。別に思いを伝えないといけないとかいうわけでもないし、伝えたかったら全然伝えたらいいと思うけど、当たってくれてる精神で、まあ、別に忘れる必要もないというか、自分に行くまで別に好きだったらいいな、好きでおるのは自由だし、別に迷惑もけんかったらいいと思うから、だからそうだね、好きな人に彼女ができたら何も言わない方がいいと思う。うん、確かにもう心の中にしまっておいて、で次に行く。でもしその人と別れちゃった時とかに伝えれたらいいのかな。そうだ、絶対そうだよ。タイミングってそれよ。そう、絶対そうだよ。超重大。たくさん相談がしてる来てる中で少しだけ答えさせていただいたんですけれども、まあ3人結構それぞれの意見があって、世の中中間があるってことがまずこの動画で分かったかなと思います。ね。だからまあそれぞれ、あ、この考え方いいなと思った人とかを参考にしていただければなと思います。それぞれまあいろいろね。そうそうそう。でもなんか人の意見って結構いいね。なんかそっちに転ぶわ、ね、なんか次回の超重大はこれが初です。次回は鈴の毎日メイクを紹介していこうと思います。いろいろなところでメイクを紹介してっていう声がたくさんあったので、やっとすることができたんですけれども、山内の顔面塗装のこだわりを語りながらしているので、まあ、女の子に限らず、まあ、男の子もメイクってこんなのやと思いながら見てくれたらなと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。あとベル通知をオンにして、いち早く超重大の情報を、超重大のあれをゲットしてください。